どうも皆様、今夜でございます。早速参りましょう。ルーツファイナル2020サポーテッドバイ e スポーツマックス。さあ、お隣にはですね、田中大輝さん、よろしくお願いします。大変緊張しておりますまさか土屋さんとまた実況解説ができると思っておりませんでした田中大輝です、よろしくお願いいたします。さあ、そして F1 日本グランプリ決勝のつもりで私頑張っていこうと思いますが、スペシャルアンバサダー土屋圭一さんです。土屋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。何十年ぶりかだよ、ね、何十年ぶり。僕がフジテレビ入った時に、はい、レースとは教えてもらったのは土屋さんだったので、またお会いできるとは。僕はドリフトとはっていうのを D1 グランプリで教えてもらいましたから、はい、今日は多分10回ぐらい噛みますけども、許していただければと思います。全然 OK ですそしてゲストに重森さとみちゃんです、はい、よろしくお願いします。これはこれで僕、朝の情報番組で重森ちゃんとずっと。そうなんですか。そうなんですよ。10年前ぐらいですよね。10年前ぐらい。本当若い時にお世話になって。いやいやいや、そうですか。変わってないですか。変わってないです。全くいい意味でも悪い意味でも変わってない。いやいや、悪い意味やめてください。で、ね、重森ちゃんは はい、この前見ましたよ、東京ドリフトのあのフリースタイルのラップが、はい、土屋さん2000万回以上再生。2000万すごい。ね、それはすごい。それで、まあ、縁があったというか、ワイルドスピードつながり。そうなんですよ、ね、そうなんですか。そうなんです。俺は監修だよ。すごい、もう今日会えて嬉しいですもん。え、後でお写真一緒に撮ってください。あ、もうぜひ。あ、やった、ありがとうございます。重森ちゃん、楽屋でやってもらっていいですか。ここ楽屋じゃないから、ちょっとここはついにお会いできたということなんですね。ここもついにお会いできて、ここもついにお会いできて、ここもそうで。そうですよ、だってコロナで別所行けなかったんですか。あ、なるほど。だって俺、修造とは毎月会ってるもん全然新鮮じゃないもん。ちょっとやめてください、本当に。そういうのキャスティングが決まっちゃうんですから、本当に。ということで、さあ、行きましょうか、はい。この戦いは優勝賞金100万円をかけて、国内トップ選手8名によるランダムタッグマッチが行われます、うん、では、出場する選手と皆さんを紹介していきましょう。こちらです、はい、日本が世界の誇るスピードスターケロックマン、そしてグランツーリスモ界のレジェンドヤマドゥ、さらに土屋圭一が認めました実力派バーチャルドライバー藤尾、そしてレースを巧みに操るインテリドライバー N76、 さらに常に冷静な元祖スピードスターのホンダ、そしてアグレッシブなドライビングが特徴の熱い走りをさせたら日本一カルソニック、さらに若き全開魂リュウ、そしてリアルとバーチャルをつなぐニュージェネレーションドライバー黒美、この8人によるランダムタッグマッチが行われます。さあ、続いてチーム分けの抽選を行っていきましょう。小宮さん、抽選をお願いいたします。はい、まずはじゃあケロックマ選手の番号をいきましょうか。はい、こちら3番です。3番でございます。ケロックマ3番。はい、続いてヤマドゥ選手いきます、はい、ヤマドゥ選手の番号は2番です。2番。お、うん、2番手のヤマドゥさんが2番と。ヤマドゥ世界チャンピオンだからね。そうですよ、あのルイス・ハミルトンと一緒に。すごいんだよ、世界チャンピオン。あんな顔してて世界チャンピオン。あんなとは謝らなくていいですよ。そうそう、謝らなくていい、世界チャンプなんだから続いて藤尾選手、はい、2番です。ヤマドゥ藤尾。ソーシャルディスタンスですから握手しちゃダメですよ。あ、そうだそうだ、テンション上がっちゃったね。うん、高台手を洗えそして N76 選手、さあこちらどうか。お、3番です。お、ここでもうチームメイトが決まりましたね。決まったね。はいはいはい、 N76、 そう、ヤマドゥ選手と藤尾選手が2番。強いね。3番ね。そして1と4が出てない。で、本田選手、はい、1番。お、1番ホンダ、うん、ね、続いてカルソニック選手、はい、4番。4番。本当は12って出してあげたかった、ね。そうだね、カルソニック1番だからね、うん、カルソニック12番だね続いて龍選手はどっちか。どっちか。お、龍1番。お、お、これで最後黒美選手が決まりました、はい、4番。4番。はい、このチーム分けになりました、はい、さあ、ホンダ・リュウ、そしてヤマドゥ・フジオ、さらに N76 ケロックマン、はい、そしてカルソニック・クロミという4チームタッグということになりました、はい、これが、さあ、土屋さん、どう出るかですが、いや、これさ、ね、本当に田中さん知ってるかどうか分かんないけど、これ、とんでもないメンツなわけよ、はい、もう本当に極端な例言うと、
シューマッハがいて、ハミルトンがいて、ベッテルがいて、はい、そうですね、セナがいて、マンセルがいて、セナ、マンセル、プロストまでいます。いや本当に本当にそういうメンツだよ、このメンツって、はい、この8人ってすげえメンツなの。すごいですね。俺でも興奮するぐらいすげえメンツなのこれ。だからまあお前なんか言えよ。今日もうクラッシュしてこないでくださいじゃあもう。そうだ、いやいやだ、いや山口選手だってあのルイス・ハミルトンと一緒に表彰されてますからね。そうですよね。FIA の表彰式でした、ね、すごい。本当に羨ましいってのはありゃしねえ。吉田さんが俺にくれ、そのトロフィーに行っちゃいけないというところに行ってらっしゃるということですね。スーパースターが揃いました、はい、はい、ということで選手の皆さん、この後決勝のグリッドを決める予選タイムアタックを行ってもらいますので、どちらがタイムアタックするということなども含め、チーム内で話し合いを行ってください。よろしくお願いします。さあ、いよいよスーパースター集うレースがスタートすることになりますが、はい、土屋さん、はい、改めてここでこのルーツとはどんな大会なのか見どころを教えていただけますか。まあ、どんな大会っていうかね、ゲームの世界一、はい、まあ、e スポーツなんですけれども、そういったものをやっぱりいろんなカテゴリーでやってきて、でこのグランツーリスモに関しては、はい、本当に日本のトップもそうだし、世界のトップ、いろんなジャンルでトップを取ってきたドライバーだけが今日集まってるっていうのが今日のイベントです。はい、ワールドクラス、トップオブトップが集結するということになりました。はい、CM の時に、ね、杉森ちゃんがそんな人を小宮さんが抽選したんですかって言われましたからね。本当にいいのかなと思って。いやかましいわ本当に。そう言われたんだよ台本で。すごいすごい。さあメンツがすごいよね。ルーツが集めるメンツがすごい。本当に。では改めて抽選結果確認しておきましょう。ペアは本田龍ペア、そして山田藤尾ペア、 N76 ケロックマペア、そしてカルソニック、クロミペアとクロミペアということになりました。この4チームです。いやどこが優勝候補になってくるか、どれも全員どれもどのチームも可能性はあるという。そうですね、全員が金看板持ってるからね、なんとか大会優勝、なんとか大会優勝、うん、わすごい。で世界でやっぱり世界チャンピオンになってるのはヤマドゥ、うん、なるほど。ということはこれから予選がチーム代表者1名のみタイムアタックを行うということで、はい、このカードをどう切るか、そうですね、非常に重要ですよね、はいはい、さあそれではチョコさん、インタビューをお願いいたします。チョコちゃんの音来てない。はい、音がね、ちょっと、うん、どうでしょう、どうかな、はい、来たかな、あ、復活しましたか、あ、来たかな、生き返りました。それではちょっと気を取り直してお話伺っていきたいと思います。はい、それではなんかお二人は以前組んだことがあるみたいなことを結果したんですけども、どんなチームになると思いますか。まあ身長が同じぐらいなので、乗り降りで稼ぎたいと思います。そこ重要ですもんね。じゃあ、タイムアタック予選の方は本田選手が走るということで、自信のほどはいかがですか。あまりないです。そんなわけないじゃないですか、頑張ってください。期待してます。はい、それでは後ろ、はい、それでは次のチームは山津選手が予選ですかね。山津が高台をどけってやったの。俺が走る、高台どけと、どけと。いや違います、違います、
やっぱりピットインするのにドライバー交代のやっぱり速さって重要だと思うので、今それのシミュレーションを。あ、なるほど、もう勝負が始まってますね、千谷さん、はい、やってますね。はい、それでは予選のタイムアタックの方、自信のほどはいかがですか。はい、あのポール取りますか、ならず。来たよ、ポール取ります。おお、2人で力を合わせて頑張ってください。はい、頑張ります。やっぱ世界チャンピオン言うことが違うね。全然違います、ね、やっぱり。FIA の表彰式で言ってるもん。そりゃそうですよ。俺なんか見たこともない。この土屋さんでも見たことない。それではケロックマ選手にお話聞いていきたいと思います。はいはい、お二人でチームを組むことってありますか。ありました。あのユーザーのイベントで何度か一緒に組んだことがあって、あのチームワークという部分ではもう全然問題ないと思います。では予選のタイムアタックの方は、ご自身の方はいかがですか。まあ、トップ取るって言いたいんですけど、自分の、希望した車がちょっと取れなかったので、まあ、まずはフロントローを目指して頑張ろうかなと思います。トローも取ればでかい、謙虚な頑張ってください。さあ、それでは黒見選手は、はい、この2人で組むことはよくある。初めてですよね。初めてですね。おう、どんなチームになると思います。そうですね、なんか多分どっちもレースのバトルを結構得意にしてるタイプだと思うんで、今日は結構多分競り合いのレースになると思うんで、そういう中で抜け出すっていうのは我々はかなり強みがあるんじゃないかなって思いますね。なるほど、バトルは任せろと。バトルは任せろ。タイムアタックの方はいかがですか。タイムアタック僕正直あんまり得意じゃないんですけどあんまり得意じゃないんですけど、やっぱりレースがね今日は大事なんで、タイムアタックもできるだけ前の方からスタートできるようにちょっと最善を尽くそうと思います。わかりました、頑張ってください。はい、インタビューありがとうございました。ポールポジション宣言も出たプレイヤーもね、はい、いました。フロントローを取れるかどうかですが、さあ、今回のレギュレーションですが、使用するコースは富士スピードウェイです。はい、使用車種は GR3、 予選はスーパーラップ方式、各チーム代表が1人ずつアタックします。うん、さあ、土屋さん、まあ、はい、低速ゾーンと高速ゾーンがあってスピードも出るスピードウェイですけれども、はい、速く走るコツを教えてください。やっぱりセクター3でしょう、うん、セクター1、セクター2っていうのはスピードが乗りますからね、あとはもう本当にこう我慢しなきゃいけないのがセクター3、うん、あの上りですね、はい、あそこでどうやってこうタイムを詰めていくか、はい、まあ、ブレーキングとハーフアクセルの使い方、はい、この辺が決まってきますね。そうですね、まあ、ダンロップコーナーに向けてのということになってきますよね。やべえ、この2人の絵フジテレビだぜマジで最高だよ、ね、俺ら誰だと思ってて、ね、F1 実況と解説者だぞ。ツーショットカメラ作ってもらえませんか。これ嬉しい。いや、そうですよね、富士スピードウェイをこう歩いてね、どこでオーバーテイクするかっていうのをね、お話伺いながら。重森ちゃんなんかこのグランツーリスモっていうゲームとか見たこととかはあったりします。いや、初めてです。あ、初めて。で、 e スポーツのこうちゃんとした試合を見るのも初めてです。あ、そうですか。なんですごい興奮してます。目がもうこんなっちゃってますね楽しみです。初めて来て、はい、この試合トップ、うん、初めて来てしょぼいのじゃないんだよ。そうですよ、嬉しい。トップだよ、トップドライバーのバトルが見れるんだよ。ねえ、もうぜひなんかね、はい、めちゃくちゃセクター3ですね、ポイントはね。セクター3。さあ、それでは準備整いましたでしょうか。これから予選がスタートしますが、カルソニック余裕だな、ちょっと、うん、カルソニックニヤニヤしてるぞはい、もうちょっと高台、いけよ。塚越高台選手にね、似てると言われている。高台にそっくりなんだもん、うん、土屋さんから言われてますからね。いや、本当にメガネ外すと塚越光大だよ火の玉ボーイだ、火の玉ボーイ。ちょっとファイテンが景品に見えますね。あ、そうだよね、景品着てこないとダメだよねさあ、ホンダ、ヤマドゥ、はい、そして、はい、ケロックマ、そして黒見、この4人が予選に登場ということになります。ヤマドゥ選手が走るんじゃないね、やっぱりね。さあ、富士スピードウェイは全長4563メートル、世界有数の1475メートルのロングストレートを持ちます、はい、まあ比較的抜きやすいコースと言われているわけですよね、土屋さん。そうですね、コースがね、ストレートが長いんで、はい、セクター1、セクター2は割と抜けますね。そうですね、はい、ヤマドゥがもうあの目になってきましたよ、ちょっと入ってますね、もうね、ヤマドゥ入ってますよ。本当だ、獲物を捕らえるような目に変わっています、はい、さあ、それでは予選スタートしていきましょう。最初のアタックはホンダ竜チーム、ホンダ選手が登場です。いや、どんなこの一番最初の走りが多分 ね、 そ、 ね、その後の方々の走りに影響するでしょうから、ホンダのスピードキング。うわ、
予選はスーパーラップ方式、各チームの代表が1人ずつ1回のアタックに挑んでいきます。いい天気だね。そうですね、いい天気ですね、やっぱね、近い天候ですね。やっぱり富士山が見えますからね、秋晴れさあ第1コーナーへと向かっていきます。 TGR コーナーへと向かっていくという本田選手です。なんかバイパーっぽいね。そうですね、ね、アメリカンな V8 だよ。そうですね、かっこいいな。これが富士を走るんですからね、土屋さん。本田真剣。重森ちゃん、この車リアルでしょ。リアルですね。すごいでしょ。すごい、ね、もうね、ゲームって言わないの、このグランツーリズム、ね、ドライビングシミュレーターというの、シミュレーターだね、もう。そうだね、ゲームじゃないね。見分けつかない時ありますね、一瞬 ね本当に映像で見ていると。本田慎重だね。慎重ですか。今ね、アウトラップだからタイヤ冷えてるからね。上りです。このセクター3でタイヤ温めて、アタックに入るでしょう。このダンロップコーナーが最も標高が高いという状況になります、はい、ここは低速ゾーンに入っていくという富士スピードウェイ。上り、ここから上り、ここの上りね、上っていきますね、はい、ここはね、やっぱりイケイケで行っちゃうとタイム落とすんだよね。なるほどね。ここはもうセクター3を我慢我慢我慢、忍耐力勝負ですね。まだ上ります。最終コーナー、パナソニックコーナーへと向かっていきます。さあ、ここの立ち上がりで、そうですね、どう、ね、スピードを変わってきた。本田大丈夫か。リアが破れました。さあ 1.5 キロのストレートに、ロングストレートは1475メートル、世界有数、300キロ。出るかな。来た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 。パナソニックで260キロオーバー、270キロ近いところまで行って、そしてブレーキング、第1コーナーここで、ブレーキング、どうだどうだ、おいいぞ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 、いいぞ、ホンダのバイパー。さあ、ここから第2コーナー、はい、ギアアップスピードを上げていくという形から一旦ブレーキ。うまいよね。悪くないですか。うん、うまいよね。を使いながらというテクニックです、うん、あー、ちょっとライン乱したな。 100R。 さあ、ヘアピン、ブレーキングからタイム、ヘアピン、はい、割と出口アンダー強いね。強いですか、ね、出口で払うでしょ。すげえ、GT プラスと同じカメラ位置だ今。下から映してるやつ。奥には霊峰富士山を見せるという富士スピードウェイです。ほら、ここから上りだ。上っていきます。ここは低速ゾーンに入っていきます。二速三速、二速三速。重森ちゃん、なんか本物のサーキットとかも行ったことないでしょ。行ったことないです。あのね、今ちょろっと映ってたけど、キャンプとかしてる人もいたりする。いる、サーキット上でいっぱいいる。さあ、最終コーナー、最終コーナーです。あ、本当にあるコースと全く一緒なんですね。そうそう、一緒なの、全く一緒。うまくラインを考えた。あと、この先ほどと同じようにリアが触れました。今コンマ2、3損したね。そうですね、土屋さん、ここでだいぶスピード変わってきますもんね。変わる変わる。あそこね、振られちゃダメじゃないとトップスピードが伸びない。やっぱ最終コーナーの出をきれいに持っていかないと。さあ、270を超えて、超えたね。ブレーキング、TGR コーナーです。おお、コカ・コーラコーナーへと向かっていきます。ここは下り。はい、コーナーの数は16個あります。山ドゥ入ってる。山ドゥ入ってきましたね。山ドゥ頭使うんだよね。ポールポジションを取りたいというふうに語っていた、うん、山ドゥ。直線はやっぱり同じくらい、270ぐらい。そうだね、出ますね、やっぱ、ちょっとなんか攻めてますね山ドゥはね。頭使うんだよ、これは。今もう2コーナーの立ち上がりで、はい、膨らまないでしょ。短い、ね、短い距離で来てるでしょ、100m、はいはい。山で結構頭使う。相当ライン読んでますか。そう、ヘアピン、ヘアピン、ここはテクニックが必要です。うまく遠赤に乗りながら、はい、壊していった。もういいぞ。さあ、ここから登っていきます。無駄がないね。1番コーナーへと向かっていって、そして1番コーナーを越えて登っていくダンロップコーナーです。さあ、下る。ここはブレーキングテクニックが必要です、はい。アドバンコーナーではフルブレーキング、ここからブレーキを小刻み。ギリギリ攻めてますね。攻めますね。うまいぞ。素晴らしいテクニックです。
メラワークも冴えてるぜ。すごい、めっちゃすごい、ヒヤヒヤする。あ、うまいうまい。フロントグラスに相当太陽がね、ねえ、照って反射しています。反射しちゃって、反射しちゃって。最終コーナーうまくまとめたい。マラソンコーナーを立ち上がってホームストレートへと帰ってきます。無駄がない、無駄がない。やはりやはりこれは土屋さん、テクニック高いですか、山手選手は。いや、うまいよね。最終コーナーのまとめ方がうまいよね、最終コーナーうまく綺麗にまとめるとやっぱトップスピードが伸びるんでね、そこはやっぱ考えてるよね、山手は。269、270を一瞬表示しました。そうだね、一気にここから100キロ。さあ、ケロックマ選手、ケロックマ選手しましたね。 N76 ケロックマがアタックです。274、スピードは出ています。うわ、オープンだぜ。やっぱ軽いから軽いですね。アストンよりも3キロスピードが伸びてる。伸びてますね、うん、これも距離短く来てる。立ち上がりコカ・コーラコーナーです。トヨペットコーナーへと向かっていきます。ここからは土屋さん、横 G かかってくるんですよね。かかりますね。 100R は一番 G がかかりますね。遠心力の非常に強いコーナーです、はい、ここでタイヤが痛むんですよ。さあ、そしてヘアピン、アドバンコーナーと呼ばれるヘアピン、はい、まとめてきたか。重森ちゃんすごい、なんかこうやってゲームの画面なんだけど、こうやって本当の実況と解説ができちゃう。すごいすごい、もうリアルかなんだか分かんなくなって見えちゃう。そうそうそう、本当そうよ。カメラ位置も全くね、全く一緒、レース同じ位置ですからね。そうだね、あの富士山の見え方もね、うん、一緒ぐらいだから。コーナーの数は16、左コーナーが6つ、右コーナーが10という富士スピードウェイです、はい、まあ、土屋さん、まあ、レースになってくると鈴鹿よりは最大10メートルぐらい誤差は広い場所ありますからね。広いですね、だからね、抜きやすいんですよ、抜きやすい、あとはやっぱり 1.5 キロのこのストレートでスリップ使って簡単に抜ける、はい、さあ最終コーナーです。ちょっと乱れたな、乱れましたかね、うん、ケロックマ、ここからスピードを上げていきたいところです。274キロまで先ほど行きました、はい、スピード伸びるね、この車。伸びますね、やっぱりちょっと違い分かりますね、やっぱね、伸びる。やっぱケロックマ選手2番手、ケロックマ2番手、今トップがヤマドゥですね。ましたカルソニック。さあカルソニックも入ってきました。ヤマドゥトップ、2番手がケロックマ、3番手がホンダです。カルソニック、レクサス選んだぞ。カルソニック、これはちょっと星野さんには見せれないですね。これはちょっと星野さんに連絡しないとまずいな。いや、そうですよ、まずいですよ。カルソニック浮気したぞ。GTR から、そう、レクサス。さあどう出るかね、それがね、どう出るかですね。そう、まあ、レクサスも非常に扱いやすいマシンですからね。レクサスはね、鈴鹿が速いんだよね。ああ、そうですか。そう、ちょっと富士はね、どこまで、うん、そうなんだよね、うん、一応お膝元ではあるんですけど ね、 そうですね。トヨタが世界に誇る富士スピードウェイです。さあここからは上りです。なんかちょっとフラフラしてるな、タイヤ温まってないか。重森ちゃん、やっぱ車うまく運転できる男性はいいでしょう、やっぱり。え、もうかっこいいです。ほら、今日皆さん運転うまい人かっこいいって言ってますよ、うん、重森ちゃんが。さっきステージに立って並んでた時よりやっぱ今かっこよくない？え、なんか別人なんですけど。目つきが違うもん、うん、ほんとなんかさ、みんな目つきが変わるんだよ ね、 いや、そうだから、あれがほんとドライバーの皆さんと一緒ですよね、リアルなね。変わんないよね。スープロコーナーからパナソニックコーナーです。これスピンしたりとかもするの？するの、するの、さあカルソニックが戻ってきました。さあトップスピードはどれぐらい出ますかね。270出るかな。ちょっとさっきよりやっぱちょっと伸びがないように見えますよね。と思う。やっぱ顔がでかいから、顔でかい分やっぱ風当たりが強いよね。現在カルソニックのタイムは3番手です。さあこれでグリッドが決定したでしょうか。お、決定した。さあ結果どうなったでしょうか。お、ポールポジションは山田選手でした。見事ポールポジション取ってきました。山田フジオペアがポールポジション。すげえすげえ。そしてケロックマ、N76 が2番手、2番グリッドになりました。そして3番手、3位が
カルソニック、クロミペア、そして最後方からホンダ、リュウペアが追っていく展開になりました。なるほど。はいはいはい。さあ土屋さん、見事に取ってきましたね。はい、宣言通りヤマドゥ。ねえ、ヤマドゥはうまいんだよ。そうですね。うまい。なんか素人の私から見ても上手でした。うん、やっぱりうまかった、うん、あそうですか。もうあの山田さんにお上手でしたって言ったら多分茂森ちゃんが初めてだったお上手でしたすごいお上手よ、うん、全員うまいんだよ、うん、そうですよね。全員日本のトップドライバー。小庭さんはどうご覧になりますかこの順位。いやー、やっぱりまず車をどれ選ぶかっていうところでちょっと勝負もまた決まってたのかなっていう感じしますよね。相性ありそうですよ ねだから山田選手はやっぱりちょっと自分のホーム感がすごい出てましたよ ね、出てましたかね、このルーツに関して、さあそれでは見事ポールポジションを獲得した山田選手、そして藤尾選手チームにお話を伺いましょう。お願いします。はい、お話伺ってみます。山田選手、ポールポジションおめでとうございます。どうですか走ってみて。いや、まあ、まずはまあ、まだ決勝じゃないんですけど、まあ、まず1番取れたので良かったのかなっていうところで、まあ、ただ決勝どうなるか分かんないんで頑張りたいと思います。はい、レース始まるのでまずは藤尾選手の健闘を祈りたいと思います。はい、頑張ってください。お、決勝。お、始まりますね。もう続けて。決勝のグリッドです、はい。ファイナルを迎えることになりました。ヤマドゥ・フジオペアがポールポジション、そしてフロントローはケロックマ N76 2番グリッドからです。ホンダ・リュウが最後方から追って、そして3番グリッドからカルソニック、そしてクロミというペアになりました。富士スピードウェイ決勝戦ファイナル。スタートの時を迎えました。第一コーナーへと向かっていきます。まずはスタート、長いストレート、お、身が逃げた、後ろから上がっていくかどうか。サイドバイサイドになって素晴らしいスタート。ホンダがトライしていきましたが、ヤマドゥが第一コーナー1位で駆け抜けていった。ホンダ、あー、ダメか、ダメか。後ろ3台は団子状態。このスタートは土屋さんどうご覧になりました。いやいや、うまいですよ。ヤマドゥトップ、そして2番手カルソニック、3番手がホンダ、そして4番手がケロックマです。ヤマドゥはやっぱりバトルしたくないんだよね。バトルすると燃料もタイヤも減るからね。そうですよね。ケロックマがポジションを落とす形になりました。はい、さあどこで抜くことができるかです。いや、これね、みんなトップドライバーなんで、すぐ抜かないですよ。様子を伺いながらですね、すぐ抜くと自分が前に出ると、はい、ストレートでやっぱり自分が引っ張っていかなきゃいけないん で後ろにいる車はスリップについてさえいれば、はい、ガソリンが持つんですよ、うん、周回数は10周、はい、先頭だとガソリンが減る。まあそうっすよね。そう、ワンストップの選手交代が義務付けられています。また各選手の最大周回数は7周です。重森ちゃん交代をするんで、みんな後ろで待ち構えてるんですよね。待ち構えてる。そうそうそう、だから無駄なバトルしない、みんなトップドライバーだすごい余裕手振手振らないでください選手今真剣だから手振っても今頑張ってくださいさあメインストレートに戻ってきました。スリップ入ってるよ。そうですね、ヤマドゥのピタリ後ろにカルソニック、はい、さあ左側に出たかどうか。少し遅れとってるケロックマ、ライン取りを変えて並んで3ワイド、3ワイドオーバーテイクへ向かっていく。並ぶ。スリーワイド。積極的に行って、内側からカルソニックが前に出た。ホンダとそしてヤマドゥが並んで、ヤマドゥが後ろについた。ここは順位が入れ替わってきました。いや、この辺りが藤田さん、富士スピードウェイの醍醐味ですね。いや、もうもちろんもちろん、スリップストリームでやっぱり 3番手のドライバーがトップに立っちゃうんだから。そうです ねこれが富士スピードウェイ。ホンダ、ヤマドゥ入れ替わって、そして3番手にカルソニック、はい、少し遅れてケロックマです。今2ドライバー制なんで、ヤマドゥ選手のところは藤尾選手が走ってますね、はい、最初ね、はい、おー、カルソニックイン刺したぞ、はい、ケロックマがどこまで追い上げてくるかです。誰が走ってるかだけ。低速ゾーンへと入っていく第3セクターです、はい、重要なポイントの低速ゾーンです。上り3番手のヤマドゥチームは現在藤尾がハンドルを握っているという状況です、はい、ホンダ、カルソニック、そしてヤマドゥチームは藤尾、そしてケロックマが後ろから追っていく展開です。ホンダがいいペースだね。ホンダいいですか、ね、ただこの距離だとストレートでやられちゃうね、ここからです、ご注目ください、はい、最終コーナーを立ち上がって
富士を望む中ストレート。あスリップ効くぞこの距離は。効きます。効きますか。効く。いけるかどうか。おお。行く行く行く。おお。お。こちらはヤマドゥ富士チーム。おお。スリップ効いてる効いてる効いてる。こちらはカルソニック。ほら来た。ほら来た。富士をそして N76。さらにはカルソニック、ホンダが現在ハンドルを握っているという状況です。いい刺すか。お、どうだどうだ。どうだどうだどうだ。行きましょう。行きました。並んで。おお、ダメだ。一瞬並んだかのように思いましたが抑えました。あそこちょっと空いてましたけどね今ね。いやだからまだタイヤが元気なんだよね。ホンダのタイヤも元気だし、ヤマドゥのタイヤもまだ元気だよね。あと 2,3 周行くとタイヤどの車が垂れるかだよね。そろそろタイヤがきつくなってきそうな状況にあります。タイム見てると分かるね。1秒ぐらい落ちるから。俺シゲマちゃんこのグランツーリスもまさにそのタイヤの性能とかが走ってるとタイヤがどんどん性能が落ちるんだけど それまで設定できるの。そうすごいだから本当にうまいのだから。へえすごい。ほらブレーキ今赤くなったでしょね、カルソニックの。うわうわうわ、あ団子になっちゃいましたね。縮まってきました。後ろからダンボ4兄弟来た。ダンボ4兄弟が来たよこれ。 N76 は運転するケロクマチーム。うわ詰まった詰まった詰まった。ほらくっついた。スープラコーナーからパナソニックコーナーです。さあどのマシンがタイヤが垂れてくるかだよね。そうですね。最初にこれスリップストリーム後ろにつく。おこれいける。これ今ホンダ選手は嫌でしょうね。土屋さんね、ホンダの後ろには絡まれて ね、 やだね。これ山部見てるかな。これ藤尾選手はちょっと3番手今すごいなんか余裕がある感じがしてますよ ね、 そうですね。さあ来ました第1コーナーへと飛び込んでいく。右側に出た。インをつく。カルソニック来たか。並んだ来た。カルソニック行った。前に出た。トップに躍り出ましたカルソニック。ちょっとカルソニック黒みペアがトップ。ちょっと譲った感じあるけどね。ホンダが譲りましたか。その後ろにはホンダ藤尾さらには N76。いや怖いのは3番手よ、うあの藤尾選手の走りは怖いよ。なんかあえて抜かそうとしてないもん。してないしてない。タイヤ温存、まだ余裕があるということですね。だって勝負仕掛けないもん、絶対タイヤ温存してる。いけるはずなんだよ。いけるいける。現在3番手こちらは藤尾。わざといかないんですね。藤尾はいけるんだけどタイヤを使いたくないの、はい、あほらほらだってここもほらブレーキングでほら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 行かないもん。行かないもん。無理しないね。タイヤを温存してんの自分の。前2人でどうぞやり合ってください、はい、っていうのがちょっと見えてるよね。そうそうそう。ですね。いつか抜こうとしてる。そうそうそう。相手が弱ったところで抜こうとしてる感じがする。周回数は10周ワンストップの選手交代。各選手最大周回数7周。7周です。7周で変わらなければいけません。リアが滑り出してきたかな。カルソニック少しお尻が振られ始めたでしょうかね。ううちょっとねレクサス重いから。おお電車ミッドインだぞ。おお見せかけだ見せかけ。フェイントへ行かない。いや見せかけた今フェイントかけましたか。フェイントフェイント。ただホンダが前に出た。ホンダここで前に出た。いや右側からインを突こうとしたか。ちょっとかき乱したねカルソニックが。カルソニック2番手、フェイントピットインなんて初めて見たよ。さあ周回数は6周目です。なかなかいないわ。いやあんな土屋さんやられたらどうします。あの騙されてピットに入っちゃう釣られますか。さあ6周目です。ファーストドライバーとしてはあと2周が最大周ということになります。これカルソニックちょっと余裕だぞ。そうですね、うん、なんか今ちょっと見ながらですよね。インからいった。あとおっと少し接触が見られました。いやもうバイパーちょっとタイヤフラフラしてる、カルソニックが前に出ます。トップはカルソニック。2番手がホンダ。藤尾選手来たか。3台並ぶかどうか。後ろからケロクマも来ていましたが藤尾タイヤ使わないね。使わないですね。 N76 ケロクマチームの N76 が一番後ろ。そう考えるとケロクマ選手もいいペースで行ってますよね。そうですよね。狙っている感じを伺いますね。本当そうですよね、うん。ケロックマもタイヤ使ってないもんね。全然使ってないですよ。ガソリンも使ってないよ。ガソリンも使ってないですか。ずっと後ろにいるからスリップについたまんまストレート全開にしなくていいの。だからどこで。おっとおっと行ったか。さあピットに入るかどうか。まだ入らないか。
どうだどうか、どうだ行くか、あっ行ったか、あ4台揃ってくるか、どうか、おっ行きませんでした。あと2台は行きました。今2台入ったよ、2台は行きました。後ろ2台はピットインです。おケロックマ、うわ3番手4番手だ、はい、3番手4番手があります。 N76 とケロックマ交代です。ケロックマがこれがどう出るかね。変わってはないですか、ドライバーは。変わってないね、変わってないですね。ピットインのみです、ピットインのみです。変わってないの、変わりましたか。変わりましたね。変わった。これタイヤ冷えてるからこのアウトラップは注意しないと。そうですね、うん、冷えてるとね、ケロックマそして龍がコックピットに乗るということになりました、はい、さあ一周早くピットに入ることになったか。うわヤマドゥ見てるね。いや見てますね。あカラソニックタイヤきついな、持ちこたえたい、うん、タイヤきついぞ。後ろから来るヤマドゥ、藤尾チームはいつでも行けるぞというようなニュアンス。行くか、うおーと前出た、行かない、抑えに行きます。行かない。やっぱちょっと先にピット入られたのちょっと怖がってるところもありますかね、うん。後ろから見えている2台は先にピットに入りました。でも1人の最大周回数7周なんで、うん、そうですね、もう間もなくですよ、ね、この1周がラストですね、うん、いやだから本当だったら2台がピットインしてる間プッシュしたいんだよね、うん、はい、タイムを伸ばしたいの。だから前を抑えられちゃってんのかな。そうですかね、もしかしたらね、うん、その可能性ありますね。そう、意外とこの2台との差がそんなに生まれてないですもん。生まれてない、ね、本当だったら。さあホームストレートピットに入っていきます。入る、7秒以内、6秒ほどの入った、これピット時間、さあどれくらいか。入った入った、いずれもされない、どの順位に変わるかです。そして終盤へと向かっていきます。フリースピードウェイでの決戦、さあどうか。そしてここで変わって戻ってくる2台はホームストレート、第1コーナーへと向かっていきます。どうか、前に出たか、並んだか、ほぼ並んだ状態、3台は並んでいる。おマジか、カルソニック前、マジかよ、カルソニック、黒道チーム前、うん、いやちょっと待って、ちょっと待って。そして2番手がホンダ、リュウがハンドルを操ります。その後ろにはケロクマチームです。ケロクマがハンドルを握ります。さらに最後尾からはヤマドゥ藤尾チームということになりました。この順位はどういうふうに土屋さん現在ご覧になりますか。これね、はい、広大は絶対最後来る、最後まで様子見てるから。広大は今ちょうど広大選手からベルトランパケットヤマドゥに変わりましたよ。ヤマドゥに変わった、ヤマドゥに変わりました。すでに8周目です。8周目、ヤマドゥは絶対タイヤ使わないから。さあこれが終えるとラスト2周の勝負です。ラップ数はあと2ということになります。ヤマドゥ最後の最後で来るよ。ちょっと重森ちゃん、やっぱこう分かんなくてもちょっとずつ興奮してくるでしょ。めちゃくちゃ楽しいですね。で変わるタイミングも私ずっと向こう見てたんですけど、さすが重森さとみ、すごいかっこいい。もうレーサーだもん。いやそうなの、本当にそう。さあこれ早めにバイバイしないと逃げちゃうぞ。そして黒見龍がコックピットの中です。さあこれは行くね。1周へとあと2周に入ってくる勝負のあと2周。あ今ずらしましたね、ちょっとね、聞いてる、スリップ効いてる。そろそろ勝負に行くか。ここで、あ、どうだ。行けないね。行かない、行かないか、行けないね。やっぱトップスピードバイパーの方が行けないということですか。行けなかったね今ね。黒見トップです。そうだ、そして龍が2番手。そうなってくるとこれ黒見選手ちょっと有利になりますね。いやいやいや、ストレートでやられるかも。あなるほど。こちら3番手のヤマドゥです。ヤマドゥは甘く見ちゃいけないよ。そうですね、最後尾からはケロックマという状況です。プロフェッサーだよ、プロストみたいなやつなんだから。第2セクターに入っている。あと1周半、あと1周半。うわどうだ、行く、これ絶対行く。どこで行くかな、どこで行くか、行くか、ブレーキングかな。ダンロップコーナーへと入ってきた。超えたとこ、超えたとこ、ここ。いや、細かいコーナーが続いていきます。お、ここの攻防、ミカレか。クロスかけるぞ。ほら。お、いけるか。抑え込みたい。いやでもブラッキングして、ブロッキングしてるねちゃんと。あとは前に出た。ここで前に出ました。ここか。スープラコーナーの手前でした。あとただまだ分かりません。並んでいる状態。サイドバイサイドから。いや、最終コーナー。山で前に出ました2番手。すごい。立ち上がり早いですね。迫ってきました。立ち上がり早いわ。
うわ離れたぞ。このホームストレートを走り終えると最終ラップへと向かっていく。おお、カルソニック逃げるか。え、ちょっとこれ少し差ができています。おお、逃げちゃう。黒見先頭、これでラップ数9周目。うん、このブレーキングです。ブレーキングはどうなるか。ブレーキングで詰めると思う、山ドゥは。詰まりますか。そうですよね。うん、9周目逃げるか逃げるか。でもどうだ、でもどうだ。あ、まだ距離はありますね。いや、1秒近くありますね。いけるいける、コンマ8秒以上あります。コンマ8秒以上あります。絶対行く。うーわ、すげえな。ラップ9周目に入っています。すげえ。まあ、さん、まだ分かりませんよね、ラップ数9。あ、詰まってきた詰まってきた。うん、ほら、もう実際のレース本当にやってるみたいですよ。本当にそうっすね。うまいんだから。さあ、アドバンコーナーからダンロップコーナーを目指していきます。ほら、近づいた。やばいやばいやばい。これ、さあ、山ドゥが迫ってきた感ありますね。来た来た来た。黒身の後ろ、山ドゥ。さあ、ダンロップコーナーの黒身、パルソニックチームを追います。黒身、さあ、お尻が見えてきた。黒身、抑えられるか。チェルトゥーノーズになるか。やべえ、標高上がっていく。キーパートムスとレイブリック。そんな感じそんな感じ。13コーナーからスープラコーナー、ここは得意としているところです。最終コーナーからの立ち上がり、最後に勝負をかけてくるか。いやいや、いけるいけるいける。コンマ5秒の差、最後だ。コンマ4秒、差は縮まってきている。いけるいけるいける。さあ、ラスト1周、ラスト1周へ向けてどうだ。テールトゥーノーズ来たが、ヤマドゥ滑ったぞ。ポールポジションスタートでした。ほら来た。スリップ、左からか、スリップ入った、右からか、スリップスリップ入った、左から入った、左から前に出た、スピードは山田が上、前に踊り出ました。ファイナルラップ入った、ファイナルラップ。さあ、ラスト一周のドラマ、これは抑えるか。山田先頭。おお、ドラマ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 、いいぐらついてきました。やってもうた。カルソニックトップ、また元に戻りました。やべえ、ピエールコニア出ちゃったもん。やってもうたー、今うまいじゃん。さあ、ファイナルラップに入っています。いや、まだいける、まだいける、まだいけますね。まだいける、全然いける、全然いける。比較的抜きやすいコーナーが続くという第3セクター。いや、でもどこで抜くか。カルソニックチームは見てましたね、よくにね。いや、そうですね、よく見てましたね、今ね。いや、黒身選手やばいぞ、これやばいぞ。来るか、ダンロップコーナーへと向かっていく。横に並ぼうとしますが、行くな、行けるかどうか。おおおおおお、ブレーキング、多分クロス、クロス、アクセルとブレーキの繰り返し。今ちょっとミスったか。いいクロス、あ、来た。さあ、並んだ。ここで前に踊り出ました、山田。クロスかけた。あとは抑え込むだけ。さあ、どうする。さあ、黒身どうするか。どうする。いや、横に並べるか。もう一回、もう一回。あとコーナーの数は一つ。ラスト、最終コーナー、パナソニックコーナーへの立ち上がり。どうだ、立ち上がって、ポール戻ってきたか、山田を抑えて。少し後ろが接触したでしょうか。さあ、ラスト、逃げろ、ホームストレート。どうだ、山田か、逃げるか、それともカルソニックチーム黒身か。え、逃げる、逃げろ、逃げろ、逃げ切るかどうか。どうだ、スリップ入ってる。富士スペードウェイ、どっち、どちらか、どちらか、どちらか。逃げ切りました。やば、山田見事ポール2ウィー。やべえ、やべえ。自らの実力を見事発揮してみせました。すげえ、世界チャンピオンだよ。すげえ。ラスト2週にドラマ集まっていました。ちょっと待って、重森ちゃん待てないです。ちょっと待って、めちゃくちゃ面白かったです。面白い。汗かいた。やっぱり面白い。ルーツさん、重森ちゃんのスケジュールを抑えてください。すごい、重森ちゃんすごいでしょ。ちょっとこんなあったかいスタジオでこんな熱いレース見れるなんてもう最高じゃないですか。いや第一コーナーでドラマがあって、今度最後の低速コーナーもう一回ドラマありましたね。バチバチだ。いや、でもみんなうまい、うまい。いや、最高でしたね。みんなうまいんだから。ピットインするタイミングどう見ました、土屋さん。一周の、あの一周の駆け引きはやっぱりヤマドゥとコウダイは相手がどう出るか見て、うん、それから動いたよね。そうですね。あとはフェイク、僕初めて見ました、ピットインフェイク。ピットインフェイク2回ぐらいありましたもんね。いや、俺も初めて見た。俺だったら釣られちゃうよ。あ、土屋圭ちゃん入っていた。
何のピットインだって言いながら本当だよ面白かった、いや面白かった。さあ順位おさらいしておきましょうか、はい、見事優勝したのはヤマドゥ・フジオペアでした、そして2位がカルソニック、はい、クロミペア、3位がケロックマン N76、 そして4位が本田龍という結果になりました、はい、見事ヤマドゥ、そして藤尾はポールトゥーウィンということになりました。宣言通りですね、すぎる。そうですね、さあそれではお話を伺いましょう。チョコさんお願いいたします。はい、それでは見事熱いバトルを制して優勝ということになりましたけれども、どんな戦略があったんですか？いやまあ正直やっぱりファイナルラップの時にのまあタイヤってどれぐらい残せばいいのかなと思った時に、まあ正直今日のレース見てるとやっぱり後半勝負になるのは前半の勝負戦いから見えていたので、まあだからやっぱり戦略としては張選手に長めに行ってもらって、まあ後半短くして僕でスパートをかけるっていう戦略でした。お二人で組んでみてどうでしたか？藤尾選手は結構山田さんが僕のペースを抑えてくれるようなジェスチャーをしてくれて、そのおかげでだいぶタイヤもだいぶ持っていいペースで走れたのかなと思って本当に感謝してます。ありがとうございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。見事ルーツファイナル2020を制したというお二人でした。ヤマドゥ・フジオペアでした。小林さん今の心境いかがですか？いやまあ僕今ヤマドゥさんとですね、まあ、YouTube のチャンネルとかでやらせてもらって、はい、まあいろいろまあそのお仕事をしながらこういうところやっぱ切磋琢磨してるっていうところも含め、はい、で要はヤマドゥに追いつけ追い越せってなってる選手たちがいるおかげで、うん、もうその選手たちもすごく強くなってくる、うん、だからとんでもない今レース界になってんだなって、グランツーリスモ界レベルめちゃくちゃ高いですね。ね、重森ちゃんどうですか？今最初舞台に上がってた皆さんと比べて今インタビュー受けてる皆さん見ていかがですか？別人だし今日初めて見たんですけど、私はやっぱヤマドゥさんのファンになっちゃいました。とりこになりました。ちょっと後で写真撮ってもらおうと思いましたいやすごかった。すごいですね、e スポーツ e レースで頂点に立てば、ね、タレントさんとも会えるということですね。そうですよ、夢があるんです。夢ありますね本当に。さあそれでは表彰式に移りたいと思います。はい、見事ポールトゥーウィンはヤマドゥ・フジオペアということになりました。はい、さあ表彰式いかがでしょうか？表彰式はいかがでしょうか？はい、はい、さあではここから私小庭が表彰式進行させていただきます。はい、改めて優勝はヤマドゥ・フジオペア、おめでとうございます。おめでとうございます。優勝した山龍選手として藤尾選手ペアにはまずは土屋圭司さんからトロフィーが贈られます。おめでとう。いやー GT アワードみたいな感じで、ね、いいですよね本当に。黄金コンビで黄金コンビですね本当ね。藤尾と山龍はずるいでしょうって改めてありがとうございます。土屋さんおめでとうございます。続きまして優勝したチームに賞金100万円が贈られます。プレゼンターは株式会社日程ライブ執行役員営業部長松下亮様、よろしくお願いいたします。うわ分厚い分厚い本当に入ってますね。これは本当に入ってますよね。重森ちゃんなんか2000万回再生されても0円だぜ。そうです給料制なんで山田なんかおごっておごる、うれしそう、おごり出そうそしてさらに副賞としてファイテン株式会社さんからネックレスが贈られます。プレゼンターはシノビーズム取締役チョコブランカさん、よろしくお願いします。おめでとうございます。はい、では改めてお二方の気持ち、まずはまずポールね、ポールポジション取りました。ヤマドゥ選手やっぱりポールポジション取るって決めて取るって取りました。最高ですね。いやそうですね、まあ正直どうなるかなと思ったものの、まあやっぱりポールポジション取れたっていうところの最初の勢いがやっぱり最後まで衰えなかったのが今日の勝因かなと思います。土屋さんがもうゴールデンコンビズリーだろうと言ってましたけど、やっぱ相方の藤尾選手頼もしかったですか？いやそうですね、張選手って僕と年齢が近くてどちらかというともうベテランの域に入ってる、2人なので、まあ、その2人だったので、まあ、すごくコミュニケーションも取りやすくて、すごくいいパートナーとして一緒にレースができたと思います。さあでは今度は藤尾選手にちょっとお聞きします。まず最初の、ね、スプリントはこう藤尾選手でした。もう山田選手がポールポジションを取ったっていうプレッシャーはありました？
そうですね、なんとかして1コーナー、まあ、トップで抜けたんですけど、ちょっとその後ペース悪くなっちゃって、まあ、その抜かれちゃったんですけど、その後、まあ、山丸さんが僕のペースを、まあ、コントロールしてくれるような、まあ、チーム監督的な立場でずっとこう後ろから見てくれてたんで、まあ、ある意味安心してずっと走れたかなと。そのままバトンを渡せばあとはなんとかしてくれるだろうと信じて、はい、走ってました。土屋さんも初めて見たピットインフェイク、あの場面も含めていかがですか、ピットインのタイミングっていうのはご自身たちというかチームで思い通りのピットインができました。狙い通りだったんですけど、まあ、みんな入るだろうと思って僕もついてったんで、まさかあそこで左に抜けると思ってなかったのでみんなちょっとドキッとしました。はい、改めてお二方おめでとうございます。おめでとうございます。いや、改めて田中さんも実況忙しかったでしょ。いや、あのですねあの普段フジテレビでやってた時よりも正直面白かったです、ね、いや言っちゃダメだわ。フジのところピー入れてくださいよ、これ生配信かどうか分からないけど、あれですよ、あの実況として面白かったです。実況としてですね、はいはい、やっぱそこもやっぱりリスクヘッジがうまいですよね、はい、ありがとうございました、改めてルーツファイナル2020王者は藤尾選手、そして山田選手ペアでした。おめでとうございます。さあそのままこちら進めさせて大丈夫でしょうか。はい、ルーツファイナル2020サポーテッドバイ e スポーツマックスは以上となります。土屋さん、改めて今回の大会というのをちょっと振り返っていただきたいですけども、いかがだったでしょうか。ずるいこの2人この2人はもうあれですかね、次優勝したら1回解散ですかね。いやだっていつもさ、こういうでかいイベントで、はい、いつもいるメンバーだから、はい、もう手の内は俺は知ってるわけよ、はい、もうなんかせっこいんだこの2人は自分のタイヤ使わない、ガソリン使わない、人に使わせるっていう、あうまいんだよ。うまいですよね、はい、でもその他の選手のやっぱり今日レース見ててもレベルまたさらに上がってますよね、うん、だからすごいと思ったのはやっぱ世界チャンピオンなわけじゃん、 FIA のヤマドゥは、はい、それに対して全員がやっぱ同じバトルしてるからね、うん、藤尾もそうだけど、うん、やっぱその辺のレベルがすごい上がったなって、ヤマドゥうかうかしてらんねえぞって感じ、はい、さあ、土屋さんもですね素晴らしい太鼓判を押していただいて、次回の開催は、はい、ルーツのですねホームページなどで発表を行いますので、ぜひ皆さん発表お待ちいただけたらと思います、うん、改めて皆さん長時間の配信ご覧いただいた方々ありがとうございました。そして実況田中さん、そしてゲストに重森さとみちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。皆さんまたお会いしましょう。